ちゃ。こんにちは、ゆたかさん。はい。あのバウアーに動きがあったね。ありました、はい。なんとメキシコシティレッドデビルスに期間限定で入団が決まったということで。はい。4月、まあ、5試合ぐらいしかね限定で投げないというね。そうなんです。4月11日から5月8日まで5試合に登板することでこの球団と合意、はい、これは4月いつ11からです。あ、ということはもう日本の開幕には全く来ないということだもんね、まあ、もうそこはもう見てないっていうことですよね。まあ、まあ そうだな、はい。で、まあ、そこで5試合登板することでメジャーリーグの球団からオファーがあった場合、はい、すぐにローテーション入りできるように状態をキープできるということで、うん、だそうです。まあメジャー復帰したいんだろうな。もう完全にそうですね、そこはもうやっぱメジャー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 だよ、うん、まあそうなんでしょうね、やっぱ思いはね、うん。まあただそのドジャースでね、はい、投げた時も3イニングだったけど、うん、素晴らしかったよな、あの159、はい。まあスピードもともかくとして、はい、だからピシャーっと抑えたでしょ、はい。まあ確かにメジャー級のピッチャーだよな。もちろんそうですね、もうすごいよな、うんうん。それとなんていうの、努力復帰をしたいという、まあそれもなんか最近ではさ好感を持てるようになってきてるというさ一周回ってな。だから森藤でも好きだ好きだ好きだって言われる人がいて、はい、1回だけでいいからキスさせてくれって言ったらどう。嫌です。だからメジャーがそうなんだろうな。そう、結局多分そういうことなんだと思います、うん。だってここまでしても取らないってやっぱり相当ですよね、うん。でもさ、まあ、5試合に可能性を、うん、かけてるわけでしょ。そうです。で24日ということは、はい、なんかそういうことがあるのかなっていう裏に話が。あ、なるほど。でそこまでやっぱ我々も話を聞いて、うん、そこまで復帰したいんだっていう、うん、そういう願いが届きそうなのがあるのかなっていう、ちょっとあの勘ぐってしまいますよね。ちょっと勘ぐる、はい。で24日にヤンキース相手に登板することを明らかにしたということなので、はい。まあ、このメキシカンリーグのレッドデビルズに期間限定で入団しながらも3月の24日にヤンキース相手にまた登板ができるということのようですよ。だからまあテストしてほしいっていうような、そういう思いなんだろうね、まあ、アピールの場というか、うん。ただこのメキシカンリーグのこのレッドデビルズもよくこの、 あの5試合限定でも入団を可能にしましたよね。まあなんかいろいろあるんじゃないの裏には。だ例えばお金は払わなくていいよと、うん、契約はその代わり入団ってことにさせて投げさせてくださいっていうことなんですか、ね。まあまあそうだろうね。いやそれはメジャー復帰できたら大きいもんな、それだけでもね、うん。で夢なんでしょ今はね、はい、バウアーの、うん。だから日本のこの努力っていうのがどうなのかなっていうね、うん、なんか足気にされてない。結構そんな感じはするんですよ。まあそんな感じするよな。これファンとしてはどうなんですか。ベイファンとしては、うん、結構こうねもういらないっていう感じにされてるじゃないですか、うん、日本球団。これでもしメジャー復帰かなわないで途中で、あじゃあベイスターズ戻りますよってなった時にファンは気持ちいいものなんですか。そこはでも勝ってくれればいい、まあ、ただね頼りになるからな。もちろんそれは。いや来たらねまず間違いなくそこからも勝っていけると思うよ、うん。まあ、昨年のこともあるし、うん、まあ、昨年がね少し癖が出て打たれた最初の方があったけども、うん、分かんなくてはほとんど打たれないというね、うん。まあ、ほとんどゲームを作るという、うん、まあ、2点以内で抑えるというね、うん。まあ、そういうピッチングを見せてくれたからそりゃいてくれたらありがたいよ。それは DeNA だってバウアーがいてくれたら順位が一つ上がるぐらいの感覚だもんね。まあそうですね、うん。だからそれはファンはそれは来てほしいと思うよ。でも例えばこれ彼氏ただ人の夢を応援するっていうのはさ、うん、これは人としてやっぱそうするじゃない、してあげるじゃない、うん。だからそういう気持ちで待ってると思うよ。そっか、うん。これ例えば彼氏彼女に置き換えると例えば元カノがすっごい好きな人がいてそれに振られてから戻ってきたと、だけどもう一回もしかしたらワンチャンいけるかもしれないから、うん、あのちょっと振られた時は戻ってくるけど、うん、向こうとうまくいったらごめんねっていう。だからこっちが好きかどうかだよね。そうそうそう、あとはそうなんです。いやだからそれは好きで待ってるよ、うん。ああそうなのか。そりゃそうだよ。そうか、そりゃファンってやっぱあったかいしさ、うん、やっぱり DeNA に残した功績っていうのは、うん、まあ、ファンだと覚えてるだろうしね、はい。だからこれが、まあ、逆に打球団行っちゃったって言ったらさ
そらちょっとそりゃないんじゃないの、うん、みたいな。それはありますよね。それはあるよ。ただベイスターズに戻ってきてくれるんであれば途中でもいいよっていうことなんですね、うん、まあそりゃそうだな。夢はやっぱ夢として追っかけて、うん、またワンクッション入れれるんだったら帰っておいでって、うんうん、まあそういうことはあるだろうけどな。ただこれまた戻ってきたとしても、うん、おそらく今シーズンのみの契約でまずするじゃないですか、はい、でまた来シーズンメジャーを目指すってなるとベイスターズはずっと振り回されるというか。まあそうだね。まあでもある程度の線では、はい、区切りはつけると思うよ。あ、もう、うん、だから今年の場合はある程度半分ぐらい予定にしてる部分があるからさ、うん、はい、あれだけども、うん、まあ来年またこういう状態だったらもううちは結構ですっていう風な、うん、まあ、態度は示してくると思うし。そうですね。でね、 DeNA の外国人、はい、2人ピッチャーいるけどさ、はい、いいんだよ。そっか。そしたら、うん、いや、もう本当にいいピッチャーを取ったなっていう風な感じがするんだよね、はい、うん、だから、うん、まあバウアーがいなくてもっていうところまで来てる可能性もあるよ、うん、そうですね、うん、ただいるといないとじゃまたでかいからね。そうです、ね、これはいてくれたらもう昨年の実績があるからさ、うんうん、だからまあそれはね頼りにするとは思うけども、うん、まあ、今年の場合はオープン戦、キャンプオープン戦っていうのはすごく良かったよね、外国人、うん、2人、はい、いやだけどこれが本ちゃんになって本当にいいのかっていうのはまだ未知数な部分があるから、うん、だからまあ信用してない、まるっきり信用してるっていうわけではないだろうけどもね、うん、まあ、だけど、まあ、ある程度の目処は立ってると思う。もういなくても大丈夫だよっていうところです、ね、うん、ただあのなんかファンを巻き込んで、うん、あのこう雰囲気を出せるっていうのはやっぱバウアーしかいないな。そうですね、去年見てすごいな、やっぱな、うん、彼はやっぱスターだよ。スターだし、そうですね、うん、やっぱそうですね。だから人を引きつける魅力があるから、うん、だからそれにお金を出すっていうのはそれは俺は賛成だと思うけど、うん、まあだけどあんまりにもまあ森内が言うように振り回されるっていうのも良くないよな。そうですよね、うん、ある程度のところで区切りを。だから受け皿としてさ、いつも待ってるみたいな、うん、そうそう、そんなもうちょっとプライドを持ちなさいよみたいな。そこです、そこです、まあ、そんな感じはするけどもね。そうです、まあ、今年に限って言えば、うん、まあ待っててもいいんじゃないかなっていう気はするよ。これね、あの何月ぐらいまで、いわゆるその5月まあ5試合投げてオファーがなければ5月からだな。そうですよね、うん、でもしかすると DeNA に5月から合流する可能性も。まあそうだね、うん、そっからで10勝すると思うよだってそうですよね、中4とかで回ってくるんですもんね。いや、まあとはバンバン回るから。そうですよね、うん、いや だけどやっぱメジャーで本気で投げた時の159キロはすごいよな、うん、すごいと思います、ね、うん、だからその持ってる潜在能力っていうのはさ、うん、やっぱすごいものがあるよ。さあ、伊達にサイヤング賞取ってないよ。ですよね。 あとは例えば開幕3月にメジャーリーグがして4月5月あたりで例えばピッチャー陣に不安が出てきた球団とかピッチャーが怪我をしたとかそういう時に自分すぐもう行けますよっていうところももちろん狙ってはいるっていう。まあまあそれはそうだな、うん、それとなんかいい準備をしっかりしてるな、やっぱ彼は、うん、やっぱ口だけじゃなくて、うん、やっぱやることもやってて、うん、やっぱ自覚はすごいな。すごい、あの自分自身セルフプロデュースじゃないですけど自分自身をやっぱり管理するというかセルフプロデュースもうまいですよ、ね、いやまあまあだからメジャーの球団だって欲しいところはいくらでもあるとは思うけども、うん、非常に印象が悪いよね。そうですね、うん、あの無罪にはもちろんなったんですけれども、うん、そのイメージとしてっていうところですよね、うん、事件は起こしたことは確かなんだけども、はい、まあ、ちょっと印象が悪くてね、うん、まあ、そういうふうにはなったけども、うん、ただやっぱりアメリカってやっぱり非常に厳しいよな。いや厳しい、そういう意味ではすっぱり、うん、いや君のメジャー復帰は完全になくなったからって言ってあげた方がいいけどね、うん、MLB の、 あの機構だったりとか。まあそうですね、でもまあそこら辺がまあ多少中途半端なんだろうな、うん、だからやっぱ目指そうとするわな、まあ、一度の望みがあればやっぱり目指しますよね、うん、まあそりゃそうだな、あれだけのピッチャーですさ、うん、やっぱやっていく自信があるからね、うん、それとやっていけるからさ、まあ、見てるとそうです、ね、そもそもな、うん、いやだからなかなか諦めるっていうことはできないんだろうな。そうですね、その方が目立つしないや本当に、でもこれで戻れたらすごく勇気をもらえるような人たちもたくさんいると思う、うんうん、もちろんね復帰して他の社会とかにも含めて、うん、本当に一生懸命その世界にもう一回戻りたいっていう努力を積めば、うん、誠心誠意やれば、はい、まあ、戻れるっていうね、うん、
まあ、一つ の, その勇気を与えることになる可能性もあるよな。そうですよね、うん、だからまあそれが正しい方向なのか間違ってる方向なのかは分からないけども、うん、まあ、だけどやっぱその情熱はちょっと買いたいな、うん、もうここまでしてるっていう、買ってあげたいよね、うん、いやだから今年1年だけは DeNA は待つ、うん、いやだけどもうそれ以上は待たない、うん、そうですね、うん、待てない待てない、もうアミン状態ですよね、まあ、そうだな今年はね、そうだな、うん、だからアミン待つは待つは古いな、古いですね